はい、どうも、こんにちは。上場家です。今日はね、マイクラなんですけども、新しいことをしてみようと思っております。見えますか、皆さん。じゃじゃーん。これね、普通のマイクラにはいないんですけど、エデュケーションエディションというね、教育版の方で開くと出てくるエージェントと言われるもんですね。はい。この子と一緒にですね、今日はプログラミングやってみようと思います。ではですね、見ていきましょうかね。こんな感じでね、ブロックを組み合わせてね、いろんなプログラミングができるんですよね。例えばじゃあ、ランとしたときに、生き物を生んでみましょうか。よいしょ。これは何でもいいんですが、鶏にしましょうか。鶏を出現させると。やってみましょう。はい。いきますね。ここに、ランと打ちます。すると、生まれたかな？生まれましたね。こんな感じでね、プログラムを使ってですね、いろんなことができるということなので、いろいろやっていこうと思います。では最初に、整地やってみましょうか。やっぱりね、マイクラのこの世界に来た時に、この木をね、切って広場を作るってよくやりますよね。それをですね、今日は手でね、こうやってやるんじゃなくて、プログラムでね、ちょっとやっていこうかなと思います。やり方はですね、いろんな方法がありますけど、今回はこうしましょうか。プレイヤーが歩いた時に、周りのブロックをどんどん壊していくとね、いうふうにしてみましょう。ではね、壊し方なんですけども、ブロックを壊すっていうコマンドがないんですよね。その代わりに、よいしょ、ブロックを並べるの中に空気っていうのがあるんですね。これを使うと空気で置き換わる。つまりね、物が消えるというふうになりますね。でですね、このプログラミング、マイクラのね、プログラミングの基本ですけども、このちょろちょろありますね。0、ちょろちょろ0、ちょろちょろ0ってね。ありますが、これ場所を表してるんですよね。難しい話はね、おいおいやっていきますが、はい。こんな風にすると、横ですね。横がマイナス20なんで、左側が20マスから右側が20マスまでの範囲で、奥20ですね。を空気で置き換えるとなりますので、やってみましょう。歩きます。わかりますかね、皆さん。ここ、スパーンと来ましたね。こんな感じでブロックが置き換わりました。今のだったらね、木の高さのとこまでね、消えなかったので、ここですね。これ高さです。真ん中のやつが。20ブロック分やってみましょうか。こうするときっとね、ほら。すごいね。こんな感じで消えます、ね。うわー、すごいすごいすごい。じゃあやってみましょうか。こうやってもね、もちろん。消えていきますね。わあ、すごいね。ね、あっという間に整地ができちゃいますね。わあ、すごい。すごくないですか、プログラミングの力。ね。こんな感じですね。あっという間に、更地になりました。いいですね。こんな感じで、すごくめんどくさい作業もね、プログラミングをすると簡単にできちゃうということですね。じゃあ次に、行きましょう。はい、次はですね、地下を掘っていく。こうやってね、やりますよね。こう掘るときに階段掘りしてきますよね、こうやって。これをプログラミングでもうざっとね、マイナス60ぐらいまで一気にやるようなプログラムを組んでみましょう。では組む前に、さっきのね、歩いたってやつ残ってるので、これもう使わないので消しちゃいますね。ディリートボタンとかで消えます。ほいと。では、組んでいくんですが、今度はですね、せっかくなんでさっきのエージェント君ですね。エージェント君を使ってやってみましょう。エージェントがですね、いろんなのが、プログラムがありまして、こちらをですね、よいしょ。ありましたね。エージェントに前を破壊させるとかありましたね。この前っていうのはいろいろこう変えれるんですけども、エージェントがね、
壊してくるらしいので、これを使っていきましょうか。よいしょ。じゃあですね。はい。チャットコマンド、dig。何でもいいんですけどね。まあ、掘るっていう意味で dig にしましょうか。dig を入力したときに、エージェントに、まあ、下を掘ってほしいので、下かな。よいしょ。下を掘って、前を掘る。うん。やっていきましょうか。これでですね、一つだけ掘るはずですね。やってみましょう。エージェント君どこかな？エージェント君いましたね。よし。じゃあ、エージェント君いきますよ。dig、打ちます。下を掘りましたね。下を掘ったんですが、浮いてますね、この子ね。なるほど。この子は重力を受けないんですね。ということは、ちゃんと下を掘ったら下に移動するっていう風に書かなきゃダメですね。よし、やってみましょう。では、下を破壊したら下に移動ですね。下に移動というのが多分あります。これかな。はい。下に、よいしょ。1ブロック移動させる。こうしましょうか。これやっていきましょう。はい。では、わかりやすいように、もう一度埋めました。いきます。dig。お、行きましたね。下に掘って、下に移動して前を掘る。これをもう一度やってみましょうか。dig。うん、動いてますね。でもこれだとね、階段にならないですね。階段にするには、自分も一歩進んでいかなきゃいけませんもんね。ではですね、同じように、下に移動した後に、前に移動するとしましょうか。これ普通にコントロール V とかでコピペできますので、こんな感じにしましょう。よいしょ。こうしましょうか。下を壊して、移動して、前を壊して、前に一歩動くと。こうやってやってみましょう。はい、ディーグ。移動しましたね。もう一度ディーグやってみましょうか。ディーグ。ああ、砂ですね。そういう時はですね、あっち側向いてほしいので、向きを変えましょう。向きを変えるコマンドもありますね。こちらですかね。向きを変えるとありますね。はい。これを、まあ、左か右かしかないので、まあ、左に、向いてもらおうかな。2回向いてもらいたいから、こうして、じゃあ、これは別のコマンドにしましょうか。別のコマンドで、ターンとかにしましょうか。ほい。じゃあ、向こう向いてほしいですね。行きましょう。ターン。見えました、皆さん。ほら、こっち向きましたね。偉いですね。じゃあ、ここでもう一度ディグやりましょうか。ディグ。いいですね。ディグと。うんうん。やってほしい動きをしてますね。うん。動いたんですが、よいしょ。これだとね、何回も何回もこうディグって打たなきゃいけないから、大変ですよね。なので、そういう時にはですね、よいしょ。繰り返しというのを使います。まあ、ループっていう風に書いてますね。プログラミングではね、for とかね、for 文っていうふうに言うんですけども、これをするとですね、何回も繰り返してくるんですよね。ほい。まあまあ、やってみましょう。一旦ですね、よいしょ。ここの、さっきのね、まとまったプログラム、これを囲んであげましょう。今は回数は4回になってますね。じゃあ、これでやってみましょう。するとですね、なんと4回繰り返して勝手に掘ってくれます。おお、行きましたね。見えないので掘っちゃいますけども。進んでんのかな？進んでますね。で、埋まってますね。砂ちゃんがね、あると埋まっちゃうんですね。ちょっと場所変えましょう。じゃあ、ここにね、ここから始めたいので、ここにまずは、エージェント呼び戻しましょう。呼び戻すときは、エージェントを、ありますね。自分の位置に戻すってありますね。これは自分っていうのはこの僕自身なので、ここに呼ぶことができますね。じゃあ、カムにしましょうか。カム。
よいしょ。これでカムって打つと、多分来ました。あ、来ましたね。で、向いてる向きが、あっち向いてほしいんですよね。で、さっきからちょっと何回もね、向き変えるっていうの、めんどくさいので、これをターンレフトにしちゃいましょう。ターンレフト。で、1回にしちゃう。こうしとくとですね、ターンレフト。見てくれましたね。あとでね、向きが変わった場合も使えるようにこうしていきましょう。じゃあ、早速ディグやってみましょう。いけ！行きましたね。素晴らしい。じゃあですね、これだとね、エージェント君が入ったんですけども、僕がね、入れませんので、ちょっとプログラミング書き換えましょう。じゃあまず、プログラミング作る前に、どんな動きすればいいか、ちょっとね、やってみましょうかね。ここまず2個掘りますよね。ほんで、前に行く。で、下を掘っちゃうと、詰まっちゃう。詰まっちゃいますね、こうやって。なので、実は3つ掘るんですね、最初に。3つ掘って下に行く。で、3つ掘って下に行く。3つ掘って下に行く。これなら、いけそうですね。じゃあ、これでやってみましょう。はい。ではね、こんな感じにしてみました。下を掘って、下に移動。で、前を壊して1個前に移動する。で、前を壊した後に、ほんで下に移動する。これを繰り返してみましょう。多分さっきの動きが再現できると思います。いきます。ディグ。行きましたね。行きました。それで僕も一緒に通っていきますね。よーし、やりましたね。ですので、今のをですね、4回じゃなくて、マイナス60だとすれば、120回ですね、今。これここですね。座標今64なので、高さが。なので、60に行くんだったら、まあ、124回か。やればマイナス60まで行きますね。さて、じゃあやってみましょうか。行きまーす。よし、頑張れ。いけ。頑張ってますね。いいですね。ああ、ただね、すごい頑張ってくれてるんだけど、暗くて見えないね、これ。でも確かに進んでるのは進んでる。松明とかも自動化したいなとは思いますけど、まあまあ、今日はいいかな。よいしょ。よいしょ。ちょっとついていきましょうかね。お、石炭とか掘ってますね。優秀ですね、エージェント君は。あ、すごい。そっかそっか。こういうね、洞窟がありますもんね。洞窟があったとしても気にせず進むと。素晴らしいですね。仕事熱心ですね。ってことは、160までいったら、もしかしたら、よいしょ、岩盤に行っちゃう可能性ありますね。お、エージェント君いましたよ。待ってますね。お疲れ様でした、エージェント君。あ、なんだこれ。はい、ということで、今日はプログラミング1回目ということで、簡単なね、コマンドを使ってみましたけども、他にもいろんなコマンドありますし、これ組み合わせればね、大抵のことはできるんじゃないかなというふうに思いますので、まあまあ、皆さんのね、ご要望とかあれば、まあ、続けていきたいなというふうに思います。はい、じゃあ、今日のね、動画が面白かったよとか、僕も私もやってみたいなとか思いましたら、ぜひね、高評価とか応援のコメントよろしくお願いいたします。じゃあ最後に、よいしょ。この子と一緒にお別れしましょう。バイ。じゃあバイバーイ。